洪水の後は、スウェーデン人の小説家 PC やシルドによる1982年の小説である。核による第三次についての当時の危機を扱った。小説は1986年までにアメリカ、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、アイスランド、オランダ、そして日本で翻訳された。PC やシルドは医師でありながら1960年代から70年代にかけて、 小説を手掛けており、1978年以降は小説執筆に専念するようになった。1960年代には軍医として兵役につき、核攻撃の模擬演習にも参加しており、この経験が作品の背景にある。ヤシルドは約5年かけて核の資料を研究したが、作品の草案に取り掛かっていた1975年から76年の頃は、 核兵器への一般の人々の危機感は低かった。しかし作品が発表された1982年にはこの脅威に対する関心は高まっていた。この小説に大きな影響を与える核兵器による破滅の長期的な影響についてヤシルドは彼の医学知識を用いた。またヤシルドはノーベル賞を受賞した NGO。 核戦争防止国際医師会議の一員である活動的な反核運動家であった。主人公の青年は世界的規模の核の大惨事の後に生まれ、洪水、核戦争に襲われる以前の世界を知らない。惨事から約30年後の西暦2030年頃に彼がゴットランド島と思われる島に放り出されたところから冒険の物語が始まる。人類は すすり泣きの声と共に消え去ろうとしていた。島の住民は、年老いた囚人たちと少数の新人深い女性の一眼らだけであり、何年か過ぎると数十人の遊牧民が加わる。経済は、物々交換と略奪で成り立ち、唯一の医療は元野球選手によって提供される。彼が主人公にとっての渋々ながらの指導者になる。物語では希望の光が若い。 フィンランド人女性の到着によってもたらされるが、すべては悲惨の中に終わる。ありがとうございます。